海と日本イカっていうよりはウインナーかなと思います、で僕はすぐ思ったのが、鹿児島大学大学院や、鹿児島水族館などの研究チームが、イギリスの学術誌に発表した、新種と思われる生き物。 大隅半島の川でヤマタロウガニの愛称で親しまれるモクズガニなどに付着して生息するヤマタロウヤドリーツの虫ですつぶらな瞳に丸い頭短く伸びた5本の足は確かにタコサングウインナーにそっくり。非常に可愛いです <laughs> 一緒に研究している人たちも非常になんか可愛いってみんな言ってて。みんなメロメロです。僕だけじゃなくて <laughs>。S. N. S. などで注目されている一方で。まだわからないことも多い山太郎宿りつの虫。その調査に同行させてもらいました。向かったのは。垂水市のサ猿ヶ城渓谷です。かなり限られた場所にしかいない生き物のようで。特にはい、鹿児島が多いと思います。 はいでまあ、特にさらにその中でも、大隅の方に行くと、かなりの頻度で見ることができます大隅半島っていうのは、固有種っていうのがいっぱいいるような、まあ、豊かな自然がある場所なので、そういう場所だからこそ、まあ、いいるのかなっていう川底に仕掛けた網を引き上げると。まあこの部分についている、このオレンジ色の粒々が、それです思ったよりたくさんついてるんですね。 多い時になると全身にわってついている時があってそうなるともう100や200では効かないぐらいついている時もあります、えー、こ,このこの辺ですねこれ吸盤ですねこの吸盤を使ってカニの表面にしっかりとしがみついています体長は2ミリから5ミリでくねくねと体を動かし カニの表面を這うように移動します。カニの甲羅などに付着した汚れや棒フラなどを食べているそうです。口普段は小さいんですけど、その口よりも何倍も大きいボウフラなんかがいやお腹の中を見ると丸のまま入ってる時があるんで丸飲みしてるっていう。時々立ち上がって食事をこう動かしてる時があるんですけど、それで多分捉えて食べているんじゃないかなと。 その独特な動きがこちら立ち上がって体を揺らす姿はまるで踊っているようです動きが可愛らしいんです非常になんか単純なデザインなんですけどそういう複雑な動きができるっていうところがチャーポイントですねチャームポイントは他にもその胃袋のちょっと前に黒い点がここに 元ここにあるんですけどそれが目ですねつぶらなひ目です可愛いですいやタコさん海名ですよねどう見ても <laughs> そして川には手長エビも生息していますがなぜかエビには興味がなくカニにしかくっつかないそうですカニを入れてみましたそうするとカニにはすごい勢いで持っていくんですね。でもエビを入れてもですね、全く見向きもしないんですよカニを食べているわけじゃなさそうなので 多分エ海老の上でも生きていけるんだと思うんですけどね、うすね長年、山太郎ガニ漁をしている有村健三郎さんも、存在に気付いてはいたものの、気に留めてこなかったと言います報道であの匠ののに頼のれていて、あらあれ、俺を取ってたの、虫と一緒だと言って、ね、なんかそういうこと、全然もうびっくりしましたよ、みんなにもこういうものなんだよってこ言えるし。 水質のきれいなカニにしか付着しないとみられ水の環境などを評価する指標になるかもしれないヤマタロウヤドリツの虫秋には新を迎えるヤマタロウガニと共に多くの県民に親しまれ鹿児島の自然の豊かさを伝える存在になってほしいと研究チームは願っています ガニを取ってきたヤマタロウヤドリツムウシがいるんだよっていうぐらいこうおばあちゃんが子供に孫に教えるような存在になったらいいですね海と日本プロジェクト in 鹿児島は日本財団が推進する海と日本プロジェクトの取り組みの一環として行っていまます。す。動画をごご覧いいいただきありがとうございますチャンネル登録よろししくお願いします。